どうも皆さんんおはようこんばんにちはこハンクです今日はねみんな大好き重曹の話をしていこうかなと思いますえー俺ってさ重曹じゃないですかまあそれで1位から5位までランキング形式にしてみましたえーまあ重曹ってね意外とね使いにくかったりとかすると思うんですよまあ一歩しか歩けないしうーんやっぱり魔法にも弱いっていうような イメージあるしねあと特攻武器が多すぎて重装の形見が狭いとかまあいいところもいっぱいあるんですよやっぱ総合値が高いし、えー、闘技場の査定が取りやすい、えー、次ねあの21階級とかも、えー、追加されますんでね、まあ、この機会に、まあ、重装をね、えー、みんな注目してもらったらいいかなという感じで、えーまあ、紹介していきたいと思いますでは行きましょうレディゴー はいじゃあ早速見ていきましょう。まずは第5位からです。こちらです。どうぞ。はい、アメリアでございます。おいおいお前の推しキャラ5位かよみたいな感じになると思いますけどもね。まあ今回俺のね、えーまあ推しキャラはまあ推し殺して全ユーザーにね、向けて、うん、本当に正直におすすめとしてまあご紹介していこうと思っておりますので今回5位に選ばせていただきました。えー両サイドに数字あるんですけども、えー左がね、 えー、無突の基準値。で、右の数字が、俺がおすすめする答え値となっております。えー、まあ、攻撃上げの魔法下げが、まあ、俺がおすすめする答え値かなと。で、中にはね、速さ上げいいよっていう方もね、まあ結構多いんですけど、えー、俺的にはね、アメリア、力不足にちょっとなるんじゃないかなと思いますんで、まあ、1十突するとね、力上げでしたら、えー、55まで、 上がりますんでね、まあ、全然それだったらね、強いかなと、うん。で、やはりアメリアのいいところっていうのは、早い、うん。基準値、えー、34、えー、10突で38になりますね。まあ、バフかけたら40ちょいとかね、まあ、なってきますんで、あの追撃は取られにくい。うん、で、えー、とね、武器に、えー、キラーアクス持ってますんで、 まあ、奥義、えー、まあ、天空なら4ターンで撃てると。で、B スキルに迎撃待機をつけて、まあ、A スキルは、まあ、遠距離反撃っていう感じで。で、C は、重装の行軍そのままでいいかなと。うん。まあ、それだけで十分強い。うん。もう、あのー、なんていうんですかね。えー、緑枠。えっ、ー、とね、激戦区なんですけども、まだまだアメリアは現役で戦えるかなと。武器連成も控えておりますんで、えー、まあ、この先の、 期待を込めて5位に選ばせていただきました。そんな感じでございます。はい、続きまして、第4位の発表です。こちらです。どうぞ。はい、ハーディンでございます。えー、まあ、みんなご存知だと思うんですけども、えー、総合値がめちゃめちゃ高いと。うん、闘技場のね、えー、かなり活躍できるキャラとなっております。はい、で、今回俺がおすすめする、個、えー、答え値なんですけども、速さ上げの魔法下げとなっております。 えー、まあね、攻撃上げといた方がいいよっていう声も結構あると思うんですけども、まあ、ハーディンってね、まあ、基準値で50までしかないんでね、そんなに強くないんですよね。うん。で、あのー、闘技場の上の方まで行くと、なんか貫きの槍持たして、で、遠距離反撃、えー、持たしてるハーディンっての結構多いんですよ。そして攻撃体系でね。 だから、ま、速さはね、正直いらないかもしれないんですけども、全体のバランスを見るんであれば、ま、速さ上げ。で、10突すると35まで行きますよね。で、あの、A スキル、ま、グラディウス持たした時の A スキルの、俺のおすすめなんですけども、攻撃速さの絆をつけると。ま、重装って固まっていることが多いんで、ま、その絆つけていると、攻撃55の速さが40まで。 上がるんですよね。まあ、そこにバフも乗せれるんで、まあ、結構機動力に優れるようなキャラになりますね。で、魔法下げなんですけども、魔法もま、そこそこ高いんで、まあ、下げたところで29ですよね。 うん。これ、10とすると33まで行きますんで、そんなに、えー、まあ、無駄にならないかなっていうところなんですよね。そして、ハーディンって、えー、下げるところがね、やはり難しいんですよね。HP 下げると4がさ、4下がるんですよ。で、速さ下げると、ここも4下がるんでね、実際下げるところっていうのが相当難しい。攻撃し、ね、攻撃下げれない、守備下げれないってなったら、もう魔法しかないかなっていう感じですね。うん、魔を下げるとね、あのー、ルフレ。 重装ルフレ相手にはもう弱いんですけども、まあ無理してこっちから戦いに行くことがないんで、まあ今回魔法下げがいいかなっていう感じで選ばせていただいております。えー、まあ今回4位に選んだ理由なんですが、まあ渋い。<laughs> 嘘嘘。まあ渋いのはまあ置いといて、まあ総合値がま単純に高いよと。で、えー青、青枠まあ槍で、まあ一番強い、 重装、まあ、ハーディンじゃないかなと思っておりますので、今回4位に選ばせていただきました。そんな感じでございます。はい、続きまして、第3位の発表です。こちらです。どうぞ。はい、伝承ヘクトロでございます。マジかよ、3位かよって思ってる方、めちゃめちゃいてると思いますね。 え、まあ、サになった理由もね、まあ、兼ねて説明していきたいと思います。えー、まずね、俺がおすすめする答え値なんですけども、HP 下げの攻撃上げですね。まあ、攻撃上げはほぼ間違いないと言っていいと思います。えー、4上がります。 で、えー、まあ中にはね、速さいらないから下げといた方がいいよっていう方いるんですけども、えー、まあ、10突視野にしてる人ならわかるんですけども、ここね、速さを下げて20でしょで、えー、10突したら24なんですよ。で、基準値のまま置いといたら27なんですけどもね、まあ、バフかけた時に、まあ30、えー、まあ、超えてくるような、えー、まあ、数字になるんですけども、やはりね、 えー、10として24、バフ入れて30までしか行かないんで、えー、追撃取られちゃうんすよね。うん。まあ、迎撃体系つけててもね、えー、まあ、追撃って取られるわけじゃないですか。その守備体系じゃないんでね。うん。あのー、向こうからしか、仕掛けられた時に、えー、やられる可能性が高い。あの、HP も意外と高くないんですよね。 まあ、守備が高いんで、そんなに食らわないって言ったら、まあ、そうなるんですけども、やはりね、重装っていうのはね、やっぱりこう、えー最近のね、重装なんですけども、追撃を取られないように、まあ、ルースタイルがね、まあ、流行ってるかな。俺の中でね。まあ、その世間ではどういう感じかはわからないんですけども、うん。で、まあ、今回、3位に選んだ理由なんですけども、んー、まあね、この先、あの、 1>, 1位と2位の紹介するキャラがね、あまりにも強すぎてね、まあで、ヘンクトルも強いんですよ。うん。俺の中の評価では、やっぱり後の二人の方が相当高いんで、まあ今回、まあまあまあ。 同じぐらい強いんだけど、まあ優先的にさえになるかなと。まあこいつのいいところね、やはり伝承キャラっていうのがあってね、うん。まあそれだけでも全然価値はあるんですけどもね。で、まあ武器もね、まあなんちゃらアルマーズ、名前忘れたわ。うん、あの相手はもう追撃不可しますよというやつも持ってるし、まあオスティアの鼓動。まあこれね、重装パーティーで組んでたらまああんまりいらないんですけどもね。 うん。やはりね、このステータスを見たときに、いやー重曹だなと。うん。これは強いなっていう感じの、まあ、ステータスしてますしね。うん。でね、魔法も意外と高いんですよね。魔法受けれるんですよ、意外とね。中突で30まで行きますんで。まあ、魔法上げ選ぶ人はまあまあいないと思うんですけどもね。まあ、攻撃力60までありますんでね。 うん、これ、コブかけた時に66とか、うん、あのー、もうちょっと支援とか組んでたら、70付近まで攻撃力上がりますんでね。まあ、その時に奥義なんかね、まあ溜まってたら。まあ、大体、査定のこと考えてたら天空入るんですけども、まあ、例えば、強制とかね、まあ、つけてて、まあ、軽いスキルの場合なら、大体、返しでワンパンできるぐらいの力を持っております。うん、そして、イケメン。うん。 あの、ヘクトル3人いてるんですけど三3人の中で一番イケメンですね。うんえー、まあ、そんな感じで今回3位に選ばせていただきました。そんな感じでございます。はい。じゃあ、第2位見ていきましょうか。ドゥズー。アイ、はい、ルフレでございます。いやー、強い。マジでこいつ強い。化け物、お化け。ね、で、えー、今回おすすめする答え値なんですけども、攻撃上げの速さ下げでございます。 まあ攻撃上げはプラス4されますんで、まあ間違いなく、えー、上げておいた方がいいステータスですね。で、まあ速さ下げ選んでて、なんで今までこう速さ上げといた方がいいよみたいな話してたのにいきなりこいつは速さ下げなんかってとこなんですけども、まあ元から低いっていうのもあるんですけども、まあこいつ、あのデフォルトで迎撃体系持ってるんですけども、やはりね、攻撃体系に変えて、エースキルを えー、混合の呼吸。うん。にしといて、もうこっちから仕掛ける専門として、もう扱ってもらっていいんじゃないかなと思っております。えー、まあこいつのね、もう決定的に強いところなんですけども、マムクートなんで、えー、ダメージ計算が相手の魔法になるんですよ。で、闘技場の、えーまあ、上の方に行くと、まあ必ず目撃するキャラだと思うんですけども、 えーまあ、上の方に行くと、まあ、重装がね、ほとんどなんで、えー、重装って、やはり、魔法が高くないんですよね。で、魔法計算しますんで、で、こっちから攻撃仕掛けた時に、えー、赤属性ですら、えーまあ、ワンターンで倒してしまうよ、というぐらいの破壊力がありますね。えー、まあ、あ、えー、攻撃上げで60ありますんで、で、バフのした時とかね、ま、あその、日応援とかね、 え、まぁ、64。まあ攻撃特化させるんであれば、えー、奇神混合の、えー、一撃でしたっけね。まあそんなやつ、つけた時に68で2回殴ると。そして相手は魔法計算と。まあね、なかなか生存するやつはいないんじゃないかなと。うん。で、体型ピックアップがね、まあ今度来ますんでね、おそらく、えー、このルフレが、 え、選ばれると思いますんで、ま、あその時にね、全然とつるの OK じゃないかなと思いますね。えー、ま、今回2位に選んだ理由なんですけども、うん、1位のやつがぶっ飛んで強い。ただそれだけですね。俺自身の評価で言ったらもうね、トントンですね。1位2位は。うん、まあ、そんな感じで2位に選ばせていただきました。そんな感じでございます。はい。 1>, 1位の発表を残すのみとなりました。もうね、みんなお気づきじゃないでしょうかね。もうだいたいね、あのー、ここまで強い重装発表してきて、まだ選ばれてないやついるやろうって。もうおそらく、まあ予想通りのキャラだと思います。では発表いたしましょう。こちらです。どうぞ。はい、みんな大好き、ゼルギウさんでございます。おめでとうございます。 おめでとうって言っても、俺が勝手に選んでるだけなんですけどね。はい。じゃあね、えー、俺がおすすめする答え値言っていきましょう。HP 下げの速さ上げでございます。まあ、ゼルギウスってね、別に、まあ、どこ上げてもいいかなっていう感じなんですけど、まあ、あえて、速さを選ばせていただきました。えー、十突視野にしながらのお話なんですけども、まあ、速さ上げにしとくと40まで上がります。 え、まあ、ま二周応援とかかけたら、ま四44ぐらいまでいきますんで、まあ、追撃は、まあ取られないかなっていう感じの速さまで上がりますね。で、まあ下げたところ、えー、ま HP なんですけども、じゃあ、もう、魔法も低いんやったら、魔法下げときゃいいやんっていう話ないんやけど、えー、先ほど第2位で紹介いたしました、ルフレ。あいつね、まあ、攻撃力高いし、ま二、あ、周応援かけて64とか、うん、で、まあ、あの、たまに A スキルにね、 まあ、あの、奇心混合の一撃とか、まあ、つけてるやつが多いんで、なんか70ぐらいまで上がってくるんですよね。そして攻撃体系で殴ってこられて、えー、魔法計算するとね、落ちる場合が多いんですよね。うん。ゼルギウスが緑に落とされるってことが、ま、たびたびね、あのー、闘技場の上の方でよくある話なんですよね。うん。それを避けるためには、魔法は、えー、下げれない。そんな感じですね。 まあそんな高くないんでね、下げたい気持ちもあるんですけども、闘技場を見てるんであれば下げない方がいい。間違いなく。はい、じゃあここでね、ちょっとまあ、ゼルギウスのおすすめスキル構成、ちょっと発表していきましょうかね。えー、まあね、今の現状、まあ流行りのゼルギウスのスキル構成なんですけども、やはり A スキルに混合の呼吸つけて、で、B スキルに攻撃体系。で、黒月光エタルドっていう感じで。えー、まあなぜこれが強いかっていうとね、まあ、 えー、こっちから攻撃を仕掛けた時に必ず黒月光が発動すると。まあね、相手はね、おそらく立ってないでしょう。うん、黒月光二発目に受けて立ってられるやつはね、ほとんどいないんじゃないかな。あれはね、マジで強い。マジでぶっ壊れ。壊れを超えた、や、なんナなす。えっ、ー、とね、あとね、あのー、元から持ってる天位の粉っていうのもあるんですけどもね。あれも本当に便利。 あの何、ー、なんていうんですか、重装パーティーとか、組んでたらね、あと一マス届かんなっていう時に、ゼルギウスがこう、スーッといける。うん。スーッといって、パーンと殴るあ。あれはやばい。本当に、快感。ふ <laughs> んでね、あとは、うーん、そうだな。ゼルギウスといえば、やはりね、まあ、赤なんで、あのー、上の方まで行くとね、青っていうのがね、強いキャラっていうとね、なんだろうね。 あんまりね、正直言っていないんですよ。まあ、ハーディンか、まあ、伝承エフラム、ぐらいになってくるのかな。うん、あのー、この間のね、えー、まあ、伝承ヘクトルがね、まあ、闘技場のボーナスキャラなってる時とかね、え、伝承ヘクトル2体、ゼルギウス2体とか、まあ、そこに、まあ、ゼルギウスの代わりに、えー、まあ、ルフレが入ってたりとか、よくしてたんですけどもね、あの、意外と、 あの、槍って少ないんですよね。上の方まで行くと。うん。まあ、俺がまあ出会ったのがね、まあ、青が少なかったっていうのもあるかもしれないんですけども、基本的には、まあ、重層でね、まあ、上位をえ取ってくるやつといえば、ハーディンになってくるんですよ。で、ハーディンも、やはり、まあ、相手からの攻撃をね、やっぱり痛いんですけどもね。あの、こっちね、あの、仕掛けた時に黒月ッを持ってたらね、ハーディンすら倒せることができると。 うん。まあ、ルフレもね、まあ、こっちから仕掛けたら必ず倒せますし、うん。まあ、ゼルギウスはね、もうね、赤の重装って言うだけで、本当に強い。うん。おそらく、ええー、まあ、まあまあ、これ言ったらちょっと反感買うかもしれんねんけど、まあ、俺の感想ですよ。うん。あの、剣持ちで一番強い。<laughs> 本当に。うん。もうね、スキル充実してるし、ステータスもお化け。うん。そして、 最近のね、重曹って2歩歩くことができます。えー、森の上もスーッと抜けることができますんでね、マジで強いですね。で、あのー、俺が心配してることが一つあるんですけども、今後、ゼルギウスを超えてくる赤の重曹が出るのかどうかって。まあまあ、まだね、あの、1.5周年ぐらいなんでね、まあこれからどんどんヒーローズ良くなっていくとは思うんですけども、 この性能を超えてくる赤の重装なんて、まあ、しばらくは出ないんじゃないかなと。うん。常設キャラでは難しいんじゃないですかまあ、超英雄ぐらいで、まあ、ゼルギウスのちょっとこう、ね、差別化できるようなキャラがまあ出てきたらいいかなっていう感じですね。まあ、しばらくはまだゼルギウスの、えー、赤重装、えー、まあ、ぶっ飛んだ強さをね、 まあずっと健在じゃないかなっていう感じです。はい、そんな感じで、えー、今回ランキング付けさせていただきました。まあ今回ね、あくまでも俺個人の意見で、まあつけておりますんで、まあもしね、あのー、こういうキャラの方が強いよとか、まあこういう答え値の方がいいよっていうのがもしあればね、どしどしコメント欄の方で言っていただければいいかなと思います。あとね、重曹って、 超英雄のキャラが多いんですよね。そしてほとんどが強いと。うん、で、あの、超英雄のキャラってなかなか突しにくいし、えー、期間逃すとね、いつ手に入るかわからない状態になりますんで、今回は常設キャラ5人をまあご紹介したような感じとなっております。はい、じゃあ最後にね、重装といえば、まあ、総合値が高い。そして、えー、査定が取りやすいということなんでね。まあ、今度21階級の 視点の召喚王というのがね、まあ、できますんでね。えー、まあ、ぶっちゃけ、えー、モチベーションが下がってたり、まあ、闘技場を辞めますっていう人ね。まあ、中にはいると思うんですけどもね。えー、まあ、そういう人たちに向けてエールを送りたいと思います。体型ピックアップを引いて重装パーティー作りましょう。